村さん、ついにフォートナイトに GTR 対応が来たー。イエーイ、かっけー。なんか負けてるけど、ニトロで1位。フォートナイト世界へようこそ。あ、これだ、ファストアンドフューリアス日産スカイライン GTR34 来たー、来たブライアンの GTR です。お、なんか後ろすごパーぞ。しかも色とかもいろいろ変えれるくね。ついにフォートナイトにも GTR が。あ、皆さんよかったらクリエイターサポートリアンでね、よろしくお願いします。青川こんなん買うでしょ。即買いだろそんなん。もうこの車しか使わねえよ。車マシンマシンマシン。おお、名前ファーストフューリス日産スカイラインなんだね。GTR34 とかじゃないんだ。これじゃね？こんな感じだ。おお、じゃあ高画質で見たい。おお、来た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 。かっこよかっけー。どうフォートナイトの世界にようこそ。 GTR 急に来たな。リーク情報とか何もない中で、なんかリークみたいなされてたけど、全然なんか今回来ないと思ってたんだよね。そしたら本当に来ましたね。他の色合いとかもできんのかな。ええ、かっこいいかっこいい。え、普通に、マジかあれで模様なしの GTR にできんじゃん。かっこよーかっこよ。さあやっていきますか。 GTR がついにフォートナイトに来てしまったということで、早速乗るしかないよな。行こう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 。もう早く R34 を乗りたい。ついに来たぞ。ふい、あ、エピックからシャークいただきました。こちらのスキンですね。今回このスキンでやっていきたいと思います。ありがとうございます。ハッシュタグエピックパートナー、ハッシュタグアット。よし、もう高画質で来ました。高画質でちゃんと高画質で見たいから、ブライアンの34。よし、行きますよ、皆さん、準備いいですか。3、2、1、ドゥン。うわぁはぁはぁ、うかっこよー、かっこよすぎる。やば、下でも青く光らないんや。下青く光ってない。超かっけぇ。やばかっこよ。いけるいけるいける。待て、うおちょっと、これでもこっち GTR に変えて行くぞ。あの電車追いかけに行くぞ。行くぜ、行けー、リアルワイスピーうわー、追いかけろ。待て、逃がすか。じゃあ GTR だぞ。おらー、うわー、ここ通れない。おー、なんかすごいなんだこれ。粉みたいになってる。粉みたい。今だ。おらー。俺の GTR 乗るんじゃねえ。なあ、俺の GTR 取られた。どこだ。お、真っ白の GTR になってんだけど。かっこよ。かっけえ。なんだこれ、かっこよ。ちょ、一回俺、え、かっこよすぎる。やばくないですか皆さん。え、いや、さっきのブライアンの GTR も良かったけど、白の GTR やばいな。内装になんかちゃんと、内装もちゃんとしてますね。やべえやべえ、かっけえよ。リアンの R34 だって。うわ、乗りてえ。ちょ、こんなん乗ってたらガチで買いたくなるやん、34。最近確かレクサス今運転してるんですけど、いや、GTR 欲しいんよな、マジで。本当に、この1ヶ月、2ヶ月ぐらい前からめちゃくちゃ GTR 欲しいってなってて、で、すごいいろいろ調べてて、まあ GTR でもいろいろあると思うんですけど、そんなあの GTR3 人がめっちゃ欲しいなってなってたんだよ。なっていろいろ今考えてたとこなんですけど、そんな時にの34来ちゃったらね、やばいっすよ。多分ロケットリーグから来てんのかな。でもこの今回の YSP モデルは、34で1キルしたくね。34で1キルしよう、記念の。じゃあもうマジフォートナイトやっててよかった。本当にもう好きなものがどんどん追加されてくもん、フォートナイト。普通にそうな。いけるいける、これ1キルいけるやつだ。いけー、どらー。何、俺の34に耐えるだと。もう一歩、あー、ナルト、俺の34。あ、待って、
どこかなるとうーらー何肩ふいやーえ、何避けたぞ待て待て待て俺の3位を避けないでぐらえーちゃちゃーしゃはは3、4の勝ちいやまあまあでもね、フォートナイト僕、あれですよ。前、フォートナイトにテスラのサイバートラック来たでしょ。そしたら、サイバートラックを、現実世界でもね、運転して、近いうち動画24時間生活、サイバートラックの24時間生活の動画も上がるんですけど、今回、3、4が来たということは、まあこれをまた、現実世界でね、3、4を運転できる伏線なのかどうなんだどういうことかいやー、今日のワンタイムイベントでも、この車乗るときあるかな。ズーム戦で皆さん今日ですからねワンタイムイベントこの動画が上がる日の夜深夜3時ですからワンタイムイベント一応概要欄とコメント欄に配信のねリンクを貼っておくので皆さんぜひそこで通知音しといてくださいね見るだろうみんなワンタイムイベント一緒に見ようぜちょっとねこの後にもうとんでもないことが起こるんですけどその前にちょっとロケットレーシングでこの GTR を使うしかないでしょっていうので今ロケットレーシングの方来てます始まりますでも久々なんでねやり方忘れちゃったけどどうやってやんだっけこれ早みんな早い！え、最下位なんだけど早くね、なんかみんな動きが違う俺がやってた時と早すぎるみんな早いみんな早い喋る余裕ないよこんなおおオッケー !1 位だ今なんか知らんけど1位ですいけ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 俺の GTR が負けるわけねえんだよ !3、4だぞこっちはいいぞいいぞいけるぞいけるぞいけるぞ1位あるぞ余裕で1位じゃない完璧うえぇきたーいやロケットレーシングの R34 は楽しすぎるしかも圧倒的1位ですねはいということで皆さんこの後のとんでもない試合に戻ってくださいなんか橋みたいなところで飛んでるシーンあるよね確かそれえドゥームジーバなんだけどやばいそれは行けそれは今すぐ行けそれは今すぐ行けやばい34頑張れ34頑張れ俺昨日12時間ぐらいフォートナイトやってたけど1回も来てなかったのにドゥームジーバはすまんが行け来た慣れドゥームで慣れ来たぞ私がドゥームだシャーシャークがドゥームになったーウェーイいけーアンチナ英語どうやって使うんだっけドゥームってなんか久々にドゥームになったなんなら公開で初めてワンタイムイベント間近でドゥームになったぞまずはこの子倒しますかういはっ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 はういしゃはっはっはヒーロー俺のメダリオン持ってるけど俺持てないんだやばいこの動画 GTR 動画なのに最後ドゥームで終わっちまうってフライビームおらーおらー強すぎだろドゥーム倒すしかないよもうそんな行けドゥームキックドイエーイ違うドゥームじゃないよ今日は GTR が見たかったのにビクロイでなんで 5% 引いちまうの